おはようございます。久しぶりの YouTube チャンネル更新というか、今日から12日間、フロリダ州行ってきます。マイアミ行ってきます。WBC、ワールドベースボールクラシックと、MLB スプリングトレーニングゲーム、まあ日本でいうとこのオープン戦、メジャーリーグのちょっと見に行こうかなと。一応行けたら計15試合、順調に行けば。ただ向こうでのスケジュール書どうなるか分かんないんで、ちょっと予定はずれるけど、WBC は全部見る予定です。決勝までいます。はい、5年半ぶりかな ?5 年半ぶりのアメリカ滞在になって、フロリダに関しては初めて、もう団地知ってる人もいないし、全くの未知の場所で一人旅、すげえ今から。エキサイティングしてます。はい。もう羽田空港を着いて、今ね、9時ぐらいなんだけど、9時過ぎぐらいか、なんだけど、この後10時半のフライトで、まずはテキサス州のダラスに行って、ダラスからマイアミ、マイアミで、着いたその日の夜に、もう、WBC に行ってみようかなと思うので、一応記録用として YouTube 載せておきます。なんかさ、携帯の何ムービーとか写真とか撮ると結局いつかなんか限界来るから、ちょっと記録用として YouTube ただ載せてます。はい、よかったら見ててくれたら嬉しいです。仕事に関しては、お客様にご承知いただいて、お許しいただいて、無理やり、ちょっと時間を、割いていただいて、ちょっとオフということでやらせてもらいました。ありがとうございます。そんなわけでちょっと編集かなり雑ですけど、今ね、さっきね、今日、今朝オープンしたセブンイレブンが羽田空港内にあって、そこで朝飯食べて、今撮影という感じ。ちょっとどんどん更新していこうかなと思うので、皆さんよろしくお願いします。では、行ってきます。はい。